今回は、ルーシーに〇〇は意味ないってマジかよ。に対するプレイヤーたちの反応集を見ていきましょう。ルーシーめっちゃ強くね。あれ、支援で火力出せるならむしろ強攻がいらないのか。ルーシーバレたな。ルーシーは見た目が可愛いベネットみたいなもんだから使わない理由がないんよ。ルーシーやパイパーもそうだけど二突は欲しいんだよな。二突までで使い勝手が大幅に良くなる絵が多い。ルーシーパイパーを楽しみたいのに肝心のルーシーが出ない。交換しろよ。マジでルーシー見た目いいわ。そっちたら連携でバフ乗るようになるんだっけか。立ち絵モデリングポーズ全部可愛いわ。ルーシーに突できたら使いたいんだけどな。だいぶ使用感変わるだろ。ルーシーモーションおもろいからもっと使いたいのに支援だから即交代求められるのひどいんだ。ルーシーは火力低い印象だけど豚たちが結構まめに攻撃するのでダメ出てる気もする。あとバフ、ルーシーはモーション活かすのにそれすると隙だらけで殴られるから回避支援とかの無敵中に無理やり殴るのおすすめ。バットでボコボコにしてなんぼよ。育成すやテイレアだろうがどんなキャラでも強く使えるのはいいゲーム。結局限定支援が来てからが真の評価が始まるのよな。ルーシーこんな火力出んのか。ってのとシナジーガン無視で編成に加わるニコやべー。ってので驚き2倍。ルーシーで通常コンボ1セット当てた後で続けて攻撃してるとかなり非属性攻撃が多くなった。スキルのかっ飛ばせはルーシーの攻撃の見た目は変わってないように見える。そうすると1セット目はまったり目だけど攻撃するなら2セット以上で非属性当てるのが良いのかも。ルーシーは通常攻撃の部分にイノシシ神衛隊の攻撃も含まれてるので注意ですね。バフは特殊スキルなので、特殊スキル最優先、時点通常って感じあります。ルーシーの通常攻撃、表記上だと4段目までしかないけど5段目あるぞ。5段目あとも通常振りまくってると4段目、5段目ってループし続ける。ルーシーは一回通常出し切ってミニ豚召喚したら後ろから強化スキル出すだけでバット追撃で仕事できて以来。支援キャラでルーシー入れてみたけど火力が目に見えて違う。ルーシーはいいぞ。イノシシがうまいこと覚えてくれない気がする。イノシシはおまけとして考えてる。ルーシーは通常攻撃から連携に行くまでが長いからそこが考えないと被弾しちゃうね。ルーシーが一番輝きそうなのは11号との編成かな。現状属性一致でしかコアスキルの追加効果を得られない11号を長いバフで支援し、属性一致でシナジーを作り、万能キャラのパイパーも連れてこれる。ルーシーが苦手な以上の付着も11号がやってくれて隙がない。ルーシーの攻撃、薬と非属性の半々だけど両属性とも属性やられ目が付与されるっぽい。まだ仕様がわからん。対応属性のやつしか付与されない仕様らしい。ルーシー様、なかなか使ってて楽しい。コントローラ勢に限る話かもしれないが、回避で離れる、通常攻撃で寄せる、スキル攻撃で方向関係なく広範囲かつロングレンジで補足してくれる。だから画面チラ見程度でも右手操作だけで戦闘できちゃう。ルーシーはスイングジャズ4のホルモンパンク2にして、攻撃してあればあるだけ欲しいから4、5、6攻撃にしちゃうか。ルーシーは極論イノシシ打ち上げてバフかけれればいいから特殊スキル1本に絞ってあげてディスクも攻撃漏れればそれでいいのかな。ルーシーこれ別にカルドーンとか炎入れて追加攻撃発動させなくても強そうだな。枠二重構造めなら便でシールド付与。クレタの特殊攻撃があるけどルーシーで攻撃バフばらまくのもありやな。ルーシーもディスク構成がなかなかに悩ましいね。さすがに攻撃を持った方が強いけど、場合によっては衝撃力を持ってブレイクのサポートとして使うのもありかも。ルーシーは全体攻撃バッファーなので適当な編成に刺しても火力が上がるよ。実質ベネットあと控えにいても子分たちが殴ってくれるから行く秋でもあるよ。全体攻撃力バッファー。ルーシー使ってて気持ちいい上に召喚物で裏に回っても攻撃してくれるし、味方への攻撃バフもあってキャラもよく操作もよく性能もよくで3拍子揃ってる。ルーシーにリナの持ち武器意味なしってマジかよ。解説動画とやらで音動機おすすめしてるやつ多いのは何だったんだ。人形は抑制の獅子はハブとか差別かよ。じゃあこれルーシーは何装備させたらいいんや。
そりゃ普通にルーシー持ちだろ。同じような文章なのにリナ持ちは効果発揮しなくてルーシー持ちは効果発揮するのか良い加減だな。こういうことされるとスキル文章とか信用できなくなるわ。遊戯王かよ。あと一応はルーシーの持ち武器は味方ユニットがーって表記にはなっている。わかりづらいのは確かだが、ちなみにゲーム内のスキル説明文には記載されておりませんが、他の支援と同じく強化特殊スキル、連携スキル、集結スキルでクイック支援を誘発いたしますは本当に信用ならないじゃん。あとルーシーがクイック支援発動できても無凸だと特殊スキルだけじゃないの？リナのモチーフ武器であるすすり泣くゆりかごがルーシーの命死親衛隊に効果があるか検証。効果があるならイノシシ親衛隊がボコボコ殴っている最中はエレンのヨダネが 20% から 39.8% 上がるはずだが変化なしなので、ルーシーにすすり泣くゆりかごは実質的にほぼ意味なし。マジかよ、ずっと使ってたのに。これ知らない人多そうだよな。ルーシー強いから育てようと思ってたけど育てる前に入れてよかったわ。これに注意して育ててやってくれ。もう11号パイパールーシーでいいだろ。このゲーム全員女の子使える時点で神だし。お前俺最初に11号引いたっとは神に祈ってパイパー服だし、ルーシーは交換できる。ルーシー交換ってだいぶ遠いやん。工場100連したのにまだ半分溜まってないで。今月中に溜まるか怪しいよ。キャラかぶりした時にもらえるやつだから、ガチャ引けば引くほど溜まる速度は上がる。限定引けばキック A かぶる確率も高いから、見た目ほど遠くないよ。パイパーは捨て画面でわずかに丸が揺れるのがいいんだよ。あんなにひん丸なのに。11号当てたけどルーシーしかおらん。11号とルーシー死ぬほど相性合うぞ。残り1枠誰でも良いレベル。11号は脇替え。パイパーは状態異常とブレイクとバフ全部できるのやべえな。パイパーやっぱ強いよな。レベル1で裸で突っ込んでも思ったより強かったからな。11号とアンディは髪の色も装備の質も体格も武器も似たような外見だから、パーティーに入れておくと見間違えるんだよ。なんでや、11号ちゃんポンコツ可愛いやろ。ルーシー可愛い。あの子はもっと評価されるべきとも思えたし、装備スキル画面で投げキックしてくれるんだぞ。なぜか来てくれないのよ。パイパーはいるから使ってるのだが、余裕があれば育てたいんだが、うちには炎属性がクマさんしかおらんからな。 PV にいた同陣営のリーダーっぽい女キャラが炎強行になるんかな。そしたらカリドーン陣営でパテク見てー。パイパーもルーシーもクセぶっ刺さったカリドーンクソ組見てーな。クマさん使ってみたら有能で、クサなんでこんなに獣強いだよ。このゲームなんでそんないろいろ育ててるん？素材回るか？元素反応のないゲームでいろいろ育てて使っても楽しめるのなんて今だけだろ。今しか楽しめないものを今楽しまなくてどうすんだよ。顔かなり美人で大好きだし、足も健康的で良いよね。左バッター茂る劇も楽しいから、炎キャラはこの娘に任せてる。ルーシー PV で見て全ゼロ始めた。今ルーシーパイパーカリンで組んでるけど最高に楽しい。ちなみに気づき硬いけど、今ならショップのところでリリーとルーシーが1回限り交換できます。ガチャ引いてキャラかぶったアイテムが必要なのと、多分1ヶ月でキャララインナップ変わりそうですので、お気をつけて。ルーシーの使い方がいまいちわからん。支援はブレイクした時に出せる連携みたいなのだけで良いらしい。特殊スキルすら打つ必要ないのか。今の使い方で合ってたのは若干複雑。開幕イノシシ3匹ぶっとなので戦闘。開幕スキル打ってイノシシ出したら交代して強化特殊スキルが溜まったら打つ。もし2突してる場合は連携だけで OK。ルーシーよりもパイパーの方が謎の色気があって好き。ルーシーちゃんコスメ好きなのポイント高い。ルーシー持ち武器ないんやが、天井で出たゆりかごでもええか。防衛戦級クリアしてるやつおる。8から難易度上がりすぎて無理だから50レベ上げてからまた再挑戦振るわ。タナトスに蹂躙される。防衛級は前半エレン雷管でなんとかなって後半で削れねえみたいな状況の人多そう。まあボンズは9が壁だからな。要バランス設計されてるよ。雑魚化でも9までは届く。防衛戦級のタナトス硬すぎだろ。なんだこいつ、8から跳ね上がりすぎだろ。こいつの攻撃反撃取りにくいし、パリーも取れる攻撃少なくてあったまるわ。タナトスとかいう消えるやつにくと反壊させられたわ。
こいつ一番強いやろ。火力不足とはいえ防衛戦級のそいつ倒すのに7分かかるくらい硬いの。きついはブレイク自体は40突1アンビーでも2、3コンボでいけるとはいえサンダー回避してくるワープが厄介すぎる。強いかどうかは別として戦ってて気持ちよくないモンスターナンバーワンだわ。防衛戦級からいきなり硬すぎだろ猫ちゃん。火力足りないよ。防衛級をレベル40猫でクリアできるかどうかで PS 測れるな。防衛級は一般ボンプの壁課金者が簡単にクリアできず無課金でもそこまではいける調整ありがてー。ルーシー、カリン、パイパーでエストって立っといたから結構いける人いるんじゃね。今すぐエストローと思ったらエレン必要かもしれんがクリアするだけならある程度装備の強化が進めばいけるでしょ。これまでのホヨゲーと違うのは確実に PS が影響するところ上手下手で言う2倍は難易度が違うだろうな。ノットレベル40いったら3時間くらいかかるクエ出てきて草。ビビらせるためだけに放置してて草そうだよな。いえ、勘弁して。マジで、嫌だあそんなにすごろくしたくねえ。え、何したの？調べたら99層とか書いてて草がレリア途中で投げた俺にはきついかもしれん。2時間かかるのもあります。相手操作せずに放置したんだろ？頼むからそうだと言ってくれ。途中で寝落ちしてたとかじゃなくてマジでそれなのか。最後まで言った人に、称号やアイコンがもらえたらいいのにね。やる人少ないだろうけどその方が面白い。いかがでしたか？このチャンネルでは今後もゼンレスゾーンゼロの最新情報や攻略などに関する反応集を幅広く投稿していきます。動画の感想や意見をコメントしていただけると議論が深まりより多くの有益な情報を得ることができる場になると思うので気軽にコメントしていってください。反応集版攻略チャンネルとして役立つ情報を最速で提供できるように頑張りますのでぜひチャンネル登録グッドボタンをよろしくお願いします。